呼吸が苦しくならんかったら5分。椅子上げて。で、吸入、栄養補助したらね、もう一回1分だけちょっと抗生素を当てて、はい、吸入療法と酸素療法しますね、はい、これ食べてね、これ美味しいよ。どうですか、食べづらいね。どっちが大好きや、食べづらいね。ごめんね。この先の太いやつね。2本出します、ね。落ちていない。危ない危ない危ない。こういう子なの。そういう子か。はいはい。持つ。こういう子なの。難しい。そうか。飛ぶ子は難しい。あっと飛ぶね。結構やつなの。ああそっか。これ気をつけてやってくださいね、じゃあ、はい、前の時はもうほんとお腹パンパンで動けないぐらいぐったりしてたんで、結構できたんですけど、まだそこまでじゃないよ。でも結構パン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 だけどね。そうですね、お腹もすごい。ちょっと鎮静試してみて。口動く？もっとちょっと待って。嫌だ。気持ち悪いの嫌だ。嫌だよね。気持ち悪いの嫌だ。はい、はい、ちょっとだけ入れてあげて。これは好きなんだけどね、この子。さ、結構ペロペロ。これは美味しいな。ダメ。これもダメ。小さい食べる。どのタイミングで入れてくるか。はい、じゃあちょっと1分当てて。もうやめよう。しんどいって。呼吸の様子見ながらね、やる時間は1分から5分。だけども、呼吸苦しそうだったらもう頑張らんでください。はい、ちょっとまた時間空けてさ、少しずつやるしかないよね。で、30cc の、ちょっとね、とりあえず注射器だけ出しますね、はい、太いやつね、はい、そんでこれさ、めっちゃ危ないからどうしようかな。近いとこって来れるのかな、例えば明日、明後日か、今日22、うん、いつ来れる、うん、明日と休みですよね。明日は休みだけど、明日って何かいるんだって。うん、今日からホテル。あ、そっかそっか。午前中の10時から11時だったら私いるから治療できます。あ、明日だったら来れます。じゃあ明日の10時から11時に来てください。はい。うん、これ危ないし。じゃあ、チレンジは2本出します。はい。だけど、1分だったらもう吸入酸素してる。今、どれぐらい入ったし、1も入ってない。こっち多分 2,3cc くらい。こっちはいい。まあやね、頑張るとちょっとしんどいから。はい。はい。で、もう一回吸入療法、酸素療法しますね。おっしゃ、そんなに。